アンカレッジは、アメリカ合衆国海軍のドック型揚陸艦。アンカレッジ級ドック型揚陸艦の一番艦。アラスカ州のアンカレッジにちなんで命名された。アンカレッジは1965年6月29日に、建造が発注され、ミシシッピ州パスカグラのリットン・インガルス造船所で1967年3月13日に寄港した。 1968年5月5日に浸水し1969年3月15日に収益する。アンカレッジは多数の軍事作戦に参加した。ベトナム戦争の終盤にはアメリカ軍の撤退作戦に参加し海兵隊を本国に改装した。34年間の現役の中で19度の配備転換が行われ、アンカレッジは 西太平洋における最も叙勲された艦となった。1991年には砂漠の嵐作戦に参加する。また2000年10月にはイエメンのアデン湾で自爆攻撃を受け損傷したミサイル駆逐艦コールを支援した。アンカレッジはエンデューリングフリーダム作戦とイラクフリーダム作戦参加後の2003年7月に母校のカリフォルニア州サンディエゴに寄港した。 同艦は2003年10月1日に退役した。アンカレッジの台湾移管は2003年11月にアメリカ上院によって承認され、チョンチェンに代わって台湾海軍に配備される予定であったが実現せず、2010年7月に標的艦として沈められた。ありがとうございます。